どうもテラリアンの皆さん、4月といえば、エイプリルフール、エイプリルフール3日目、テラリアにもエイプリルフールイベが来た。そんなイベント来てたか？私のテラリア、別に変化なかったが。そこでまずは、やり方から話す。ただしこれは PC 限定、スイッチとかじゃできないから注意。そしたらまずは Steam ページから、ライブラリのテラリアを右クリック。ランキッツァランが気になる。これ一番の神ゲー、プロパティを押すと、こんなのが出る。ここからベータって欄を選択。実質ライベータってことだな。多分そう。部分的にそう。それで上のベータへの参加から、アンデラックスエディションを選択。デラックスではないエディション。名前がもはや意味不明なんだが。これを選んだら勝手にアプデ入る。アプデが終わったら起動で OK。エディションって書いてあるわけだし、超特殊版テラリアって感じか？まあ、イメージはそう。そしたら早速、テラリア起動。データは普段とは完全に別。このエディションにはデータがないけど、戻せば元のデータはある。BGM が。違う気が？アンデラックスエディションだからね。2011年のテラリアが遊べる。アンデラックスって、そういう？13年前のテラリア、設定項目からいろいろ違うわね。設定がはるかに少ないよな。一番時代を感じるのは、解像度の限界が 1920×1200。これが13年前の最新鋭か。あ、戻すときはさっきのベータのとこから、ベータの参加をなしにすれば OK。普段はゲーム BGM オフだけど、この BGM 懐かしすぎるから流す。ウプ主がテラリア始めたのが、2014年。しかも PS ビタだな。当時は小6、小6から中2までハマってて、高1から PC テラリア、そしてそのまま動画化の流れ。1.3 もこの BGM だったっけ？だとしても何にせよ、懐かしい。そして超不親切なキャラメイク。1.4 アプデがいかに神だったか。キャラメイク完了。ワールド生成、背景が全く今と違うな。まあとりあえずロードしたなら、一旦設定開いてあれ？設定開くのミスった？この当時のテラリアは、プレイ中に設定いじれないもん。セーブ&エグジットしかない選択肢。マジでスーパー不親切だな。実際にプレイするとわかるんだけど、今のテラリアで当然にできること、それがどれだけありがたいか思い知る。あまたものアプデの上の今なんだなって。来年のエイプリルフール予想、PC テラリアにオクラム実装、今度こそ。これでプレイできるな。そしてこのテラリアはですね、1マスの段差もジャンプ必須。なんなら斜めブロックもなさそう。就職しもない？ガイドはいるね。ガイドを含めて NPC は総勢8人よん。今を知ってるとマジで少ないな。リーズもこの時なら NPC 解説動画作るの楽だったのに。まあ移動はジャンプ連打してれば OK。とりあえず早速木を掘ろうか。これで木が掘れて。これ、ヒビって昔なかったんだな。全然掘れてるんだかわからない。ちなみに斧は、木だけじゃなく、木製ブロックの破壊に必須にょん。木材ブロックも木の机も、全部斧が必須っぽいな。久々に開いてアプで入ってたゲームとか、それよりも違和感がとんでもない。バージョンダウンだからな完全に。あとこれは結構記憶に新しいけど、探検が横にしか攻撃できないね。ゴミ武器の極みだった時期。あとは自動攻撃機能もないから。めっちゃ指切りしまくってる。カチ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 。この辺はマジで任せてほしい。RFB 縛りで鍛えたからね。これぐらいできないと負けますもんね。一旦作業台作ってけ。待ってねえ嘘でしょ？投げてないでいいから、設置しろよ。インベントリから直接設置できない。スロット登録が必須にょん。だからめっちゃ作業台投げてるのか。OK。作業台設置完了。ちなみに撮影してるときは、作業台破壊に斧必須なの知らない。壊せなくて最後には地面壊した。まあとりあえず地上探索、サボテン、やっぱ最初はこれだよね。最序盤では剣に防具、結構役に立つ素材だからな。しかも難易度もノーマルだしよ。あれ？ここだけコンスタントシードきた？サボテン触れるとダメージ入るしよ。実は最初期はそうだった。しかも地味にダメージ痛いしな。まあサボテンだし、まあまあまあ、ハゲワシ君はこの世界でもいるね。ちなみにアンデラックスエディションだと、敵の数は合計で45体。1時間でベスティアリ埋めれそう。ボスは全部で4体。いろいろと信じられないことなってる。武器防具もマジで少なそう。ハードモードとかないもんね。どころか肉壁もまだいないもん。あとは罠もなければロープもない。とりあえず探索楽にしたい。サボテン防具。一体いつからサボテン防具があると錯覚していた？サボテン剣も防具もなんもねえ。追加はバージョン 1.2、2013年のアプデ追加にょんね。これがないの違和感すぎる。サボテンはただのポーション素材。あ、間違えた。プレイヤーへの攻撃があったにょんね。ほぼデメリットアイテムじゃねえか。歩いてる感じバイオームも少なそう。雪バイオームがまずないよねこれ。ギリジャングルがあるぐらいにょん。ひまわり近づいても、バフ受けない。あのバフも途中で追加された感じか。建築に使う用の装飾
って感じだね。建築で言うと占領とかも全然ないし、家のチェック機能もないにゃん。NPC 呼ぶのすら一苦労だな。あとは足場も木材1個で足場1個。視聴者の人の中で実際に、この当時からやってた人いるのかな ?13 年テラリアを追ってた人だな。右に進んでいったら、ダンジョン発見、ダンジョンはあるんだな。なんか安心だぜ。スケルトロンがラスボスにゃん。スケルトロンがラスボス?ダンジョンはエンドコンテンツにゃん。ダンジョンイコールゼニス?村正がゼニス枠ってことね。随分と威力の低いゼニスだな。テラリアの歴史を学んでる感覚。ダンジョンの中に、見た目こそ違うが、ウォーターキャンドル生成されてるな。これはずっとダンジョンにあったぽいね。ちなみに近くにいるだけなら敵のスポーン率増えないにゃん。設置されてるだけで飾り?それがスポーン率上昇させるのは、手に持った時限定にゃん。正直その方がありがたいかも。完全に放置トラップような感じだな。ちなみにダンジョンガーディアンは、全然出てくるから注意にゃんね。さすがに不正侵入はずっとダメらしい。ダンジョンを超えたけど、もう夜、明るさ補正でバレる手抜き、地面の表面以外は完全に黒。手抜きというか、光の使用上かな。そしてたどり着いた浮上の地。だけど、エボンストーンの見た目全く違う。明るさ補正抜くとこんな感じの見た目。完全にただただ石の色違いだな。見た目が今のになったのも2013年。いくら難易度がノーマルとはいえ、この武器で浮上はさすがに無謀そう。ちなみにエキスパートの追加が、2015年、1.3 のバージョンにゃん。普通にイーターにやられちまったな。まあどうせ右端だったし。であれ、エクト、どちら様でしょうか?この時はサイズによって名前が違った。ビッグモーターみたいな響きだな。デスルーラで帰還。そしたら、夜は普通に危険だし地下探索。ロープがないからマジで探索きつそう。罠なくてもそこが厳しすぎるな。ロープなしはマジでガチで地獄。あとは細かい点で言うと、背景の壁に松明がつかないにょんね。宝箱発見。あんまりにもサイズが小さすぎる。25マスしかない宝箱。あとは鉄インゴット。見た目全然違う。なんなら色まで違ったレベルだったな。さらに潜って金宝箱もあったんだけど、あんまりにも中身がゴミすぎる。天使の石像しか入ってない。マジックミラーとかブーツもちゃんとある。シンプルに運悪かったにょんね。このバージョンでも運悪いの？ちなみにマジックミラーはこの時使うのに20マナ必要だったにょん。まあ別にそれはどっちでもかん。そしたら最後に、浮上の地、近くにもあったからそこの地下も覗く。まあでもこのイベント、こっちでオンオフできてよかったよな。急にこれなってたらマジで焦りそう。EA が運営だったらワンチャンあった。APEX、データリセットバグ、APEX 運営、聞け、オペレーションヘルスをやらないか ?CG のあれは英断なんだなって。かなり思い切ったエイプリルフールイベ。まあテラリアに関してはもともと、嘘みたいな特殊シード多いしね。ドランクとかドントディグアップとかな。ドントディグアップってシードをやると、エイプリルフール限定の世界に行ける。っていう嘘、全然騙せそうだな。このバージョンもいつまであるかは不明。PC 版テラリア持ってる人は一回やってみてもいいかも。とんでもなく不自由を感じる。もしくは超懐かしく感じるかだな。ゲームのアプデってすごいんだなって、そういうことを改めて実感したわ。そんなテラリアも次が最後のアプデ。最後の最後のアプデが配信される。浮上地下が明確に見た目違って違和感。地底とかジャングルはもっと違うかもな。まあこのバージョンのテラリア、プレイして疲れるからこの辺で、今のに慣れてるとどうしてもな。いやでも結構面白かった。し、とあるものの購入を決意した。一体何を買ったんだ。まあそれはいつか、動画にするはず。とりあえず今回はこのあたりで、一応最後に戻し方だけ動画にするか。まあマジでやることは変わらない。さっきと同様、プロパキ開いて、さっきと違うのはベータの選択、アンデラックスエディションになってるのを、なしって方を選択すれば OK。これで 1.4.5 に戻ってこれるんだぜ。そしたら今回はこの辺で、マジで違和感すごかったな。それではご視聴ありがとうございました。